で、あのゆずさ、行く前、フリー行く前、はい、なんて喋ってた。行く前なんか口動かして楽しんでこうぜって言ってました。楽しんでこうぜ。そうなんて言ってるんだ。あとプーさんはどこで見てんの。プーさんおらんかったけど。あのプーさんは、うん、あの部屋で見てます。やっぱそっちには祈ってました。そっち入りはしてた。そっち入りはしてた。やっぱり。で、たつきはたつき、はい、お疲れ様です。おっつ、どうやった初めてのオリンピック。いや、もうどうやった、やっぱ本音はすごく怖かったし、でもまあ、うん、最後までちゃんと戦うことができて、うん、今は、うん、あの自分を誇りに思います。あ、で、日本ではショートプログラム後の逆バレンタインっていう言葉がもう流行語大賞ノミネートされる勢いなんですけど、そこを受けて一言。本当に本当ですか。あ、ごめん、ちょっとそれは盛りすぎたけど。どうですか、そういう言葉を受けて。あの、いや、でもちょっと言葉が一人歩きして、うん、やっぱ演技が伴ってなかったので、いやいやいや、フリーは絶対やらなきゃなっていう覚悟はありました。いやでも素晴らしかった本当に。